姉さん、突然だけどボス倒してくるわ。え、急にどうしたのこの子、こんな血気盛んだっけ。うっさい、いいから姉さんは見てなさい。これ何のゲーム？東方ロストワードってアプリよ。昨日更新されて新しい章が出たから、その難易度ルナティックのボスを、1ターンで倒してみるわ。へぇ、そんなことできるの？まだ育ちきってないけど、余裕よ。あ、何か出てきた、かわいい。いろんなキャラや衣装で見栄えもあるし、今一番のお気に入りのアプリよ。まずはキャラチェンジでコスルを全員に、スキルにと3を発動よ。ブーストを2回かけて、ラストワードを選択するわ。ラストワード？超必殺技みたいなもんよ。次はメディスンを前衛に、スキルでドッキリを付与するわ。スキルレベル上げてればもっと楽よ。同時にアリスのスキルも発動よ。ブレイズ1回と2ブースト。ここも出すわ。メディスンのブレイズは速力が上がるから、一番目に動くように発動推奨よ。最後に有効前衛にして、スキル全部発動してブレイズしよう。3ブーストの後、ラスは選択で準備完了。さあ、これで1ターン勝利を見てなさい姉さん。よくわからないけど、おー、演出が綺麗。この演出も魅力の一つよ。あ、スキップしてるかわいい。あ、なんかどんくさい姉さん。これでボスの結界を割っていくわ。ドッキリが3つと2ブーストで3枚割れるよ。あいたた、ジョーン。ジョーンみたいに言わないで。ジョーン。一回、次はコスプのラスワで、結界ブレイクとダメージを与えていくよ。なんか出てきた、かっこいい。あ、すごいダメージ。段数次第では50万、ぐらい出るわよ。さて、さっきの攻撃で結界は残り1枚。ユニコのラスワでフルブレイク。大ダメージでし、エンドよ。よっしゃー、貫通とー。おー。はい、これで無事ワンターン勝利よ。私もこれやってみるね。スマホちょうだい。そこからか、今度3つが出てくるわ。やったー。では、ご視聴ありがとうございました。